はい、ゆめたチャンネルです。今日からね、国語もやっていきますのでね、頑張ってね、あいうえおからみんなで覚えていきましょうね。第1回目なんでね、よし、頑張っていこうね。こうなら、あいうえおね、この書き順ね、順番があるんでね、まずこれ置いとこうか。指で書きますね。あ、まず横、123ね、いは左の方から、12、上点から12、絵は上から12、おは横から123。次、かきくけこ、か横から123、き横から1234、く1、け背から123、こ12。しすせそ、さ横から123、し1、す12、せ123、そ1。たちつてと、たから1234、ち横から12、つ1、て1、とたてから12。ぬねのな、1234、21234、ぬ12、ね1、にの1。あひふへほ、123、ひ1、ふ1234、へ1、ほ1234。次、ま、まみむめも、ま123、み1、む1、2、
3目12もももね縦からね、こう横からじゃなくてもはね縦から1 2 3、やゆよ、や1 2 3ね、この2を気をつけてくださいね。1、この長い方にってやる覚える人もおるんでね、ここは気をつけてください。1 2 3、ゆ1 2、よ1 2、ラリルレロ、ラ1 2、リ1 2、ル1。こう丸くなってね、最後こう丸くね、1 1ね、レ縦から1 2、ロ1ね、ロはここで止まるね。これを丸くしたらルになるんで、ルとロはよく似てるけどね、ロは止まる、ルは丸くなるね。次、和音は1 2、お1 2 3、ん1。以上ね、以上。点点のつくひらがなも覚えましょうね。がぎぐげご、ざじずぜぞ、だじずでど、ばびぶべぼ。以上です。次は丸がつくひらがなと小さなひらがなを覚えましょう。ぱぴぷぺぽで小さなひらがな。やゆよ、